はい、皆さんこんにちは。今日は、こちら柴田、干し柿があんなにもう乾いてきて美味しくなってきましたね。こちらの斉藤雅也さんのお宅からですね、土不老君がどんなに活躍をしているかという、実況に参りました。なんかすごいですね、土不老君頑張りましたね。なんと見てください、あそこにあんなに砂利が出来上がってますね。これはみんな土不老君が頑張ったんですね。お、まゆちゃんが吠えております。こちらにはゴミがありますね。これから冬に向かう柴田で、こうやって土壌改良が進んでおります。なんとこの土不老君のおかげで、これあそこがあれですね、地下水を汲み上げるポンプなんですけれども、このポンプがこんな風になってですね、これもう十分使われております。十分スタンバイしております。ちょっと見てみましょうね。これを開けますと水が出てきますね。はい、すごいですね。この水を、誘導して雪をみんな溶かしていくんですね。今の季節はとってもいい季節ですね。ちょっと生えた日に、なんですか、消雪パイプのね、はい、使い勝手とかを今見てるところですよね。はい、じゃあ土不老君の使い方について、これを購入していただきました斉藤雅也さんに説明していただきましょう。どうぞよろしくお願いします。こんにちは、斉藤です。映ってかな、こちら土不老君を、ね、買ってから大変いいことばっかりですよ。何せここはすごい砂利ばかりの地でね、見てくださいな、こんな砂利ばっかり で、この砂利をみんな砂に変えてしまうというね、もう魔法の機械がということで、ジャネライコンピューティングさんにお願いして買わせていただいたんですな。これはな、まず使い方としては一回土壌を改良したいところを掘りますね。すごいですね、砂利ばっかりでしょ。はい、ここまで掘ったところで砂不老君、あれ土不老君を置くね。ここまでセッティング OK ですね。で、ちゃんと取れてるかな。もうちょっと下まで根を移したらダメですね。はい、スイッチオン。クチャチューン。ね、こうやって砂が入ります。自動的に入りました。振り始めます。こんなに砂利になりますね。それからもう一杯、これ追加土入れ工法というね、まだこれやったら血糖値が一気に30下がりましたね。それでこの砂はこちらに置きます。よいしょ、もう一つ、よし、スイッチオン。もう疲れてきた。もう全自動をスナップで最高ですね。おまけに血糖値も下げてきます。もうね、出てましたね。そこの区画から始めましたから、1、2、3、4、5、5区画目ですね。これが来年はここに、長芋を植える。
こんなに土が、砂利が取られましたね。私の友人もどこから不良を買ったのね、大変みんな欲しがっとるんですね。できたら振るってくれる人もうちに来てほしいということですね。やらせたら大変だよね。何せ職人が高い。作業のもこんなでかい島が出てきましたね。よいしょ。今日は大変いい、あの冬に来る前の晴れまで、はい、この区画は大体これでいいぐらいですかね。これはまあ最近この自動掃除機ですね。こうやってきれいに土を振り落とす機能もつきました。よいしょ、はあ、だん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 こうやって畑になっていくんですね。うん、まだちょっと土が残ってますね。しかしまあこれは素晴らしい機械ですね。こうやって土が乾いていくんですね。じゃあついでにちょっと庭の方も記録しておきましょう。こちらにあるのは踏み石ですね。これは近所のホームセンターに行くと1つ30円で売ってます。これね、割れたレンガですね。割れたレンガ、ここには、ミョウガが大変きれいに咲きます。こちら側にこういくと庭ですね。雪が氷がされてますね。ここ柴田は大変雪の多いところで1メートルぐらいは降るんですね。なんでこうやってきれいに囲って雪が入らないようにしてます。まあこのね、家の周りはこうやって雪が降らされております。まあまあここの庭もまあ昔は主がいたんですけれども2年前に亡くなりました。こちらはこうやって見ると大変枯れ葉が土を作ってるっていうのがよくわかりますね。こちら側にもあります。この石道路は何回ひっくり返そうとしても壊れませんね。去年からここにあの葉っぱを乗せて土を作ってますね。この辺の葉っぱなんかを、あの土壌改良のところに使おうかなというふうにも思っております。そこには、これね、未消のモミジが生えています。あれはあの何でしたっけ、これはあのアケビの鶴ですね。この中にはおじいちゃんが寝ております。まあバラが本当に綺麗に咲く庭ですんで、このツルバラがね、今年の冬を越えて来年はまた綺麗になるでしょう。はい、そういうことで今日はこちら柴田から土壌改良中の斉藤さんのお宅からの中継でした。皆さん土壌改良頑張りましょう。